どうもこんにちは、竹田クリーニングです。今日はですね、初っぱなからあ水をかけているんですけど、こうお預かりの状態じゃなくてですね、当店で撥水加工をさせていただいた後、つまりアフターの映像でございます。めちゃくちゃ撥水が効いております。もう、バッチリですね。 まあ、いろんな発水加工材があって市販のものもあってお客様が自分でやれるような発水加工もあるしあとはプロがですね、えー、やる発水加工もいろんなお薬があってそのお店のやり方というのはね一点一点違うんじゃないかなと思うんですが、まあ、当店の発水加工を見ていただいてあこれぐらい発生効けばいいななんてね思ってご依頼いただけると嬉しいです、えー、本日ご紹介のアイテムはノースフェイスのですね 1990GTX マウンテンテおおむねトなんですが、まあ、概ね綺麗で,綺麗で裾のところに小さいシミが1か所あったりあとは袖の裏辺りにですね、えー、汚れがついていてそれをきれいにさせていただきましたすれ、まあ、なんかもあるんですけど、まあ、汚れに関してはですねすべて綺麗にできたんじゃないかなと思います。 レザー製品を自分でケアするのが好きな人って一定数いらっしゃいまして革靴、ブーツ、革ジャンなどはブラッシングしてクリーナーで汚れを取ってクリームを入れてツヤを出すなんてこともできますよね見て効果を実感できるから時間をかけてやった甲斐がありますよね製品面を見て触ってるだけでテンション上がって所有感を満たしてくれますし自分で綺麗にしたものを身につけるのも嬉しいものです洋服はどうでしょう洗えるけど綺麗に洗えていますか その服がゴアテックス製品の場合、専用の洗剤があったりして、いくらでも自分で洗えますよね。ただ、脱水が効かないですよ。絞れないから絞らない方がいいです。それ、えー、機械任せの洗濯と違って面倒ですね。それから、洗った時にびしょ濡れのゴアテックスを見て、発水の効き目が気になる方も多いでしょう。市販の発水剤を買って自分で発水加工する方も多いでしょう。それもね、難しくないけれど面倒な作業なんですよ。 面倒なことであってもいい感じにエイジングしたレーザーのブーツやジャケットみたいに手間をかけた分の成果を実感できるのであればいいですがコアテックスの服を洗って発水して効果が実感できないとかもっといい方法があったんじゃないかなとかねいろいろ悩んじゃうわけです。 次第に面倒だからやらなくなってしまう方はぜひこの動画を参考にして当店にご依頼ください自分でできることだけでお金を出せば自分でやるよりもずっと良くなるんであればそうしたいってのはクリーニングに限った話じゃないですよねゴアテックス専門とか撥水加工専門なんてクリーニング店ないと思いますが扱い慣れていて実績も豊富でここなら任せても安心かもって思えてもらえるなら嬉しいです依頼する際の不安誰だってありますよだからそれを少しでも軽減できるといいんですけどねぶっちゃけノースに限らずゴアテックス X 系アアウトドドブランド系得意ですお客様のご要望をお伺いしてそしてお品物の状態を見てですね最善のメンテナンス内容をご提案させていただきますシミを取る汚れを取るのはもちろんのこと生地の張り感を復元するとかねしわをなくすとかねあとはバチバチに発声を効くようにするなどなど今日のビフォーアフターでも平置きしている仕上がりの状態を見てもね新品で店頭で売ってる時よりもなんかシャキッとしてるような感じがするんじゃないかなと思うんですよ。 もちろん、シワを気にして着るようなね、お洋服じゃないです。機能素材を使った行動着なんでね、えー、そんなにいいシワなんか気にならないよっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、どうせクリーニングに出すなら、うわ、すっげえ良くなったなってことを実感していただけると嬉しいです。今日の動画はここまで,でそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。